近寄って今日どこ取りたかった。すぐに起動せえへん。あ、目指しゆまちゃん。ゆまちゃん。近い。母ちゃんとこ行っちゃいけんよ。危ないけんな。あ、荷物はまあでも嬉しいんじゃないと。やっぱ母ちゃんが帰ってきたらほら父ちゃんだけに甘えれるけん。そうね。うん。あ、バンクの踏み踏み切り踏み踏みしよう。踏み踏み切っちゃうね。だって母ちゃんがおったらあれってことやろ。うん、別に馬ちゃんが父ちゃんとこっても大丈夫ってことなんやろ。父ちゃん曰く、うん、こうして見たら馬ちゃんでかいんだよな。でかいよ、ものすごいでかいよ。長いもん。パンクとだけ長さ変わらんよ多分。縮こまったらちっちゃいのにな。縮こまったらパンクは肉で。あー、馬ちゃんそういう作戦お前賢いよな。そういうずる賢いよな。父ちゃんが体勢変えたらこうやって上がってくるみたいな。好きやね、父ちゃんのことほんまに。この世で一番好きやろな。父ちゃんの足ふみふみしよう。優しいね、まちゃん。父ちゃん足凝っとるけん。よかったね、父ちゃん。うん、足の裏ふみふみして。足の裏？じゃあ足の裏だし。あ、めっちゃ可愛いじゃん。なんかこのちっちゃい。まちゃんでもちっちゃくなれるもんな。あ、ベル出しちゃう。ちょっとベル出ちゃう。必殺まちゃんのベル出し。なんか1週間甘えれんかった分もなんか必死に甘える感じですね。おもちゃんかまってやれんかったけんな、そんねんな。父ちゃん仕事やっで、あんま時間ないしね。うん。しかも、母ちゃんおらん間なんかしないけど忙しかったけんな。すいませんに。おもちゃんのいいところはこの上に座られても全然重たくないっていうね、うん、痛くもないしね、軽いっていう。長時間でも全然パンクであったらもう足が痛くてしょうがないでも。でもここをふみふみしようときは大丈夫よ。私はされよるときは ね寝られとるときは痛いけど、痛いっていうか足がしびれたりするけど、ふみふみしようときは大丈夫。パンクはもう体重以上に重さを感じるけんな。あ、最悪、やってもうた。もうやー、持ち合いない。いけた、うん、いけた。ごめんおばちゃん。ねえしちゃん、お手手曲がっちゃるわ。おばちゃんこうやってポンポンポンってやったら上行ってないよって。変な体勢なんじゃないのおばちゃん。それおばちゃん好きや。